こんにちは、市民リポーターの大本由佳です。今回は稲美町から空き家の活用についてをテーマに、稲美町都市計画課の高木さんにお話を伺いたいと思います。高木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回のテーマ、稲美町の空き家の活用について、一体どのような取り組みを行っているのでしょうか。はい、平成29年度から新たに空き家に関係した取り組みを稲美町でも始めています。その中でも都市計画課では空き家バンク制度を始めました。空き家バンク制度、一体どのような制度なんですか。空き家バンク制度とは、何らかの理由で人が住まなくなった住宅を売りたい、もしくは貸したいと思った時に、どこにどのように話をすればいいかわからないとお困りの所有者の方が相談できる窓口の一つです。町としても空き家管理に関する諸問題の解決や、空き家に人が住むと地域が活性化されるなど、当事者だけでなく地域においても良いことがあるため、制度を作り後押しをしています。制度の内容ですが、空き家所有者が行う空き家バンク登録と、空き家の利用を希望している人が行う利用者登録があります。また土地取引の手続きを行う専門業者にも業者登録をしてもらいます。そして町の役割としては、空き家所有者と利用者及び登録業者との橋渡しを行い、話がスムーズに進むようにサポートしていきます。そうなんですね。ではなぜこの制度が作られたのですか。はい、平成27年に空き家対策に関する法律が国により施行されました。これを受けて昨年度、稲美町においても空き家の諸問題に対する取り組みを考えるため協議会を設置し、稲美町空き家等対策計画を策定しました。その計画では、空き家等の予防・活用・措置対応を基本方針としていて、その中の空き家等を活用する取り組みの一つとして空き家バンク制度があります。なるほど。では具体的に空き家バンク制度の内容について教えてください。まずはじめに、何らかの理由で人が住まなくなった住宅の所有者が管理などに困り、売却や賃貸を希望する場合は、稲美町空き家バンク登録申込書を都市計画課の窓口に提出していただきます。窓口で登録業者の一覧をお渡ししますので、業者を選定し、空き家に関する登録時に必要な稲美町空き家バンク登録カードを業者と一緒に作成します。その作成したカードは選定業者が都市計画課窓口に提出し、手続きが完了すれば登録完了通知書が申し込み者に届きます。また登録が完了すれば、概要を町のホームページに掲載し、空き家の利用を希望する方を募ります。次に、空き家の利用を希望する方についてです。空き家の購入や賃貸を希望する方は、稲美町空き家バンク利用登録申込書を都市計画課の窓口に提出していただきます。登録が完了すれば、利用登録完了通知書が申し込み者に届きます。その後は希望した物件について詳細な情報をお知らせします。気に入った物件があれば、町から登録カードに記載されている業者へ利用希望の連絡をするとともに、利用者には取扱業者の紹介をしますので、業者を介し物件交渉を行ってもらいます。3社の橋渡しを町が行い、空き家の有効活用を図っていくための制度が空き家バンク制度です。わかりました。では最後に、空き家バンクの詳しいお問い合わせ先を教えてください。空き家バンク制度の質問・登録などのお問い合わせは、稲美町役場
都市計画課窓口か、電話であれば電話番号079-492-9143となります。時間は平日月曜日から金曜日の8時30分から17時15分の間にお問い合わせください。ありがとうございました。さあ、腸が入ってくれるということでとても安心がありますよね。では次回はですね、空き家バンク制度に関する補助金制度などについて詳しくお話伺いたいと思います。高木さん、次週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。